タンフレッチ広島の東俊樹です。よろしくお願いします。東選手はじめまして。日向坂46の影山由佳です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。サンフレッチェ広島クラブリレーションズマネージャーの森崎和之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。司会進行させていただきます野村明宏です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、そうだ、あの影山さん、いつものやつやんなくて大丈夫ですか？やっていきましょう。はい、はい、あなたのハートに有限プレス、こんにちは、影山由佳です。今日よろしくお願いします。すいません、これは必要なのでお願いします。すいません、はい、ありがとうございます。すいません、東選手も拍手していただいてありがとうございます。はい、FIFA21 オンラインセレブレーションということで、先ほど行われました FIFA21 サポーターズトーナメント一般の部で見事優勝されたサポーターの方と、またトーナメント3カ所の中から抽選で選ばれたサポーター、ジュニアの部から若きサポーターの方もお招きしております。そしてサンフレッチェ広島東俊樹選手とサンフレッチェ広島クラブリレーションズマネージャーの森崎和之さんとの FIFA21 の対戦や一問一答のコーナーというところを行っていきたいというふうに思います。リモートという形でサポーターとの交流会となりますが、どんなお気持ちで今日こちらにいらっしゃってますか？まあ、サポーターの皆さんと去年はあのコロナのせいで直接お会いすることがあまりなかったので、リモートという形ですけど、こうやって、まあ、僕もゲームが好きなのでそれを通して、一緒に遊べるっていうのが、楽しみです。ゲームが、ね、好きということで、いろいろお話は相当実は練習を積んできたんじゃないかとか、いろいろ噂は入ってますよ。いやいやいや、まあでもキャンプ中しか練習できてないんで、ああ、はい、まあ、ちょっと手加減してください、はい、ということでございます。森崎さんは、先ほどすで、にサポーターズトーナメントの決勝終了しましたけれども、そちらの方で、参加をされていたというところですけれども、結果などはいかがでしたか？あまり結果は言いたくないんですけど完敗でしたね。完敗でした。やっぱ負けず嫌いなのでやっぱり勝ちたかったっていうのはあるんですけど、はい、まあ、僕の仇を俊樹が取ってくれるかなとは、はい、思ってます。期待してます。はい、頑張りますというコメントもいただきました。ありがとうございます。サポーターズトーナメント一般の部優勝者のサポーターの方から自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。亀のベンゼマと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。サンフレッチェ広島の、サポーターズトーナメントですけども、名前がベンゼマさんということで、これ確実にレアルマドリードのベンゼマ選手のファンですね。あ、そうなんです、すいません、はい、大好きな選手です。大好きな選手で、ね、そしてもちろんサンフレッチェもということで、はい、あ、そうです、はい、はい、ありがとうございます。抽選で当選をしまして、見事この場に来ることができたという。あ、こんにちは、ジュダイって言います。お願いします。ジュダイさんですね、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてジュニアの部に参加をされまして、エキシビションマッチということで森崎さんと対戦をしてくださったサポーターの方ですが、菅野和久です。お、菅野さんですね。菅野さん、ありがとうございます。横でね、お母様ですかね、リラックスして楽しんでいただけたらというふうに思います。ちなみにエキシビションマッチ、森崎さんと対戦をしたと思いますけど、森崎さんどんな感じだったんですか？いや、結構いい勝負だったんですけど、はい、最初に3点取られて、お、はい、で僕が2点取り返したんですけど、うん、最後はうまく時間を使われて、はい、いなされて負けました。いなされて、いやもう大人のサッカーで負けました。あ、大人のサッカーをされたということですが、はい、実際に森崎さんと戦ってみてどうでしたか？キックフェイントとかがうまかったです。さすが、そう、キックフェイントがうまかったという、はい、評価をいただいてますよ。森崎さん、キックフェイント今日覚えましたから、ね、あ、今日覚えて早速使ってったんですね。、はい、ではまず最初のコーナーです。今日だけ何でも答えます、一問一答のコーナー、よっよっよいしょ、はい、で勝手に何でも答えますって言っちゃいましたけれども、東選手に答えていただきたいと思いますが、亀のベンゼマさんからお願いします。僕も小中高とずっとサッカーをやってきて、まあプロになるっていうところまでの夢は
なんていうんですかね、現実的に持てなかったんですけど、プロになるためにどういったあの努力をされてきたのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思います。まあ、僕は小学校から、すごいサッカーが好きで、練習時間の1時間前に、グラウンドに行って、で、2時間練習して、その後もうボールを蹴り続けたりして、まあそういうサッカー好きの友達がたくさんいたので、その周りの人のおかげでもありますし、サッカーを楽しませてくれた、小学生の監督だったり中学生の監督までプロで大切なことを教えてくれた、監督、そういう人の出会いがあってプロになりました。技術的な部分では何か自分のこういう持ち味を小さい頃からこうやって生かしていくとか、こういう特にところを磨いてきたとか、そういったものはありましたか？もともとボールを蹴り始めた時に左利きで、左利きは希少性が高いと、僕は分かってたんで、ボールをとにかく蹴り続けて、で、ドリブルの練習もたくさんしましたし、その左足でのクオリティっていうのは誰にも負けないように練習してきました。ではジェダイさんお願いします。はい、今までこのサッカーキャリアがこう積んできた中で、やっぱ大切な試合っていくつもあったと思うんですけど、その前にいつもやるルーティーンとかってありますかね？スパイクを履くときは必ず左足から履いてて、はい、それが癖になってるだけなのかもしれないですけど、はい、でも軽く意識はしてます。そうなんですね。ちなみに影山さん、ルーティーンは何かあるんですか？そうですね、なんかお仕事とかするときとか頑張らなきゃいけない日は、朝に必ずいちごミルクを飲むんですけど。むっちゃアイドルですね。そう、急にアイドルみたいなんですけど、いや、サッカーのイベントだったりとかテレビの収録の日は必ず飲んできたりとか、あとはライブの直前とかだと必ずよしって一言言ってから動き出しますね。そうなんですね、やっぱりね、サッカーの世界もアイドルの世界も舞台に立つときはやはり気持ちをね入れてっていうことなんだと思いますけど、森崎さんは現役時代何かありましたか、そういったルーティーンは？いや、僕は逆にルーティーン作ってなかったですね。作ってなかったんですね。常にこう平常心を保とうというところだけで、なんかあんまりこう作っちゃうと、なんかそれが崩れた時に、なんかちょっと気持ちの中で動揺というか、なんかしちゃいけないなと思ったんで、逆にもう普段通りに何も意識することなく臨んでましたね。そうなんですね。ジュニアの菅野さん、サッカーっていうのはやってたりするんですか？はい。どうですか、はい、サッカーは？楽しいです。楽しいですか、いいですね。楽しいのが一番ですからね、うん、はい。練習に意識している、練習に意識していること、意識していること、初めパス&コントロールの練習とかをやったりするんですけど、相手がいない状況でもしっかり相手のどっちの足に出したらいいかとか、あとパススピードを考えたり、あとミスしないようにっていう緊張感を持って、やることで、技術の上達が、早くなると思ってるんで、それは意識しています。練習で本番のようにやんないと、やっぱ本番ではできないと思ってるんで、それは意識しています。ちなみに影山さんね、小学生の頃からサッカーね、プレーされてましたけれども、はい、サッカーではどういうことをその意識しながら練習してたんですか？私は、小学校高学年になるとボランチをプレーしていたので、なんていうんですかね、試合だけじゃなくて練習の時から視野を広く持つように、パス練習とかでもそのパスを受ける前にちょっとなんていうんですか、機械的にでも首を振るみたいなのを意識してた記憶はあります。いや、僕でもあんまり意識してないんですが、素晴らしい意識だと思います。お褒めの言葉をいただきました。ということで、この FIFA21 をプレーする前になんですが、
オンラインセレブレーションに参加いただいているサポーターの皆さんにインセンティブがございます。東選手からでは発表していただきましょう。お願いします。何が出てきますか？僕のサイン入りのこのトレーナーをあげます。おお、そうなんです。ありがとうございます。これにあのサンフレッチェのマークもついてます。やっぱりついてるんですね。やっぱすごい。なるほど、はい、コラボしてあるということで、はい、皆さん東選手のサインなんか入れてほしいなと思ってると思うんですけど、どうでしょうか？うんってね、うなずいてますね。これサインとかお願いしてもいいですか？今から書きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。写ってないですけど、いい感じです、いい感じです。ありがとうございます。いい感じです。バッチリです。はい、顔も表情も入ってバッチリです。バッチリです。 OK です。ありがとうございます。はい、です。お三方にこの、パーカーはプレゼントしていただけるということですね。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。そして先ほど実施されたサポーターズトーナメントのトロフィーもこちらですね。あ、おお、これ綺麗な、おクリスタルね、綺麗な、あ、2つということで、一般の部優勝者の亀野ベンゼマさんと、そしてエキシビションマッチで森崎さんに勝利をしました菅野さんに授与されるということですので、ぜひ楽しみに待っていてください。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは東選手 VS サポーターの方々との FIFA21 ガチバトルを行いたいと思いますよ。おお願いします。お願いします。お願いします。はい、トロフィーが授与される2人にぜひ参加していただきたいと思いますので、前半をですねジュニアの菅野さん、後半を一般の部の優勝者の亀野ベンゼマさんに戦っていただいて、東選手は前後半通じてフル出場していただいてということで、はい、東選手意気込みを聞かせてもらっていいですか？まあ、すごい僕もキャンプ中に練習したので、あのハードな練習の後にここで、まあ、しっかり結果を残して真のチャンピオンになりたいと思います、ね、結構自信満々な顔してますよね。そうね、本当ですね。これは大丈夫ですかね、まあ、自信はまあ多少ありますね。お、多少あるということですが、多少そうなんです、ね、ほんま期待してるよ。はい、ありがとうございます。影山さんどうですか、どんなところを注目してみたいですか？新加入選手も、うん、あのいち早く見れるかもしれないということで、はい、そこら辺もちょっと個人の選手の能力なども注目していきたいなと思います。東選手はどうしますか、その3バックのままでいきますか？これあれですよね、自分を使うかどうかも注目したいです。そうですね、そうですね、そこ、そこ一番の、これはどうするのか。はい、今ちょうど来てますよ、来てますよ。あ、このままでいくようですね。はい、OK です。はい、ということで、ゴールキーパー大迫、野上、荒木、佐々木の3バック、川辺、青山、ダブルボランチ、右にハイネル、左東、森島、ジュニア・サントス、エゼキエウという、こういった、トップ下というところになります。まあ、一人でドリブルで行くタイプなんで僕は、うん、まあ、あとシュートを決めるだけって感じですかね、はい、抜いた後。はい、はい、では東選手お願いします。また前半は菅野さんお願いします。緊張してきた、はい、頑張ってください。緊張してきたということでさあ時間が近づいてきます。じゃあでは影山さん合図お願いします。はい、それでは参りましょう。 FIFA21 ガチバトルキックオフ、イエーイお願いします。さあキックオフされました。では東選手のサンフレッチェが左にエンド、今攻めている片方ということになります、うん、そして右にエンドが菅野さんのサンフレッチェということになります。白いシャツに赤いショートパンツです。しっかり繋いでますね。そうですね、はい、重いな。横に出していきます。かなり森崎さんこれ繋いできますね細かく。そうですね、なんかサイドを使うというより中からいってますね。おお、もうナイスシュー、ナイスキーパー、見事なセーブでした。森島から縦、ジュノル・サントス、さあそして左サイドを使って、さあ東持っていく、持っていって、お切り返して、どうかな、シュートだ、ナイスキーパー、こぼれ球、うわどうか、リフレクトしてゴールインです。先制東選手、右手でガッツポーズ、自らチャンス演出しました。ラッキーだね、ラッキーだという声がありましたが、現実の試合でも東選手は本当に一人で前を打開する力がすごく長けている方だと思うので、うん、はい、なんかリアルに近いプレーができてちょっとあの見れてワクワクしました。そうですね、ほんまですか、ね、いや、あんまり見たことないですね僕は。あら、あ、そう、裏抜けました。持っていってというところになりますが、さあハイネルから一旦ここは、うん、まあ、繋がりませんでした。
去年あの、はい、春季は、はい、まあ、1年間試合に出続けて、うん、結構やっぱ守備力が上がったなとは思いますね。はい、じゃあクロスでちょっとヒヤッと東選手してましたけれども、ジュニオールサントス裏抜けてますがパスは出てきませんでした。ここは右サイドを使う。さあハイネルから切り返してマイナスのパス、縦パス入ってどうかな、打てない。おー、いいシュートでしたね。さあ、ここからカウンター。さあ前半は残り時間10分という時間になりました。 1-0 で推移をしています。東選手のチームが1点リード、かなり持ちながらというところになりますが、このブロック、そしてどうするかな。うん、ナイスキーパー、 いいですね、東選手、キーパー、ナイスキーパー、お互い今日キーパーいいね、うん、まあ、それだけ能力が高いっていうことですよね、大阪選手。そうですね、はい、おっといいパス出ましたよ。抜けて、さあアイヌルから、もうこわさ、ナイスゴール、ジュニオールサントス、素晴らしい、いきなり来ました。いやさあ菅野さんも一緒に向かいたいところですが、ここは野上の対応です。さあそしてここで前半終了の笛という形になりました。前半お疲れ様です。お疲れ様です、お疲れ様です、ね、強かったです。強かったですか、ね、なかなかね、本当のプロの選手と一緒にゲームで対戦するっていう機会はないから良かったですね。いや、はい、ね、いやドリブルがめちゃくちゃ上手くて、うん、ちょっと守備に苦労しましたけど、はい、まあ、最後広島らしい選手でシュートブロック、たくさんできたんで、うん、失点ゼロで抑えられたと思います。そうですね。さあそしてでは、後半は選手交代ということで、亀のベンゼマさん、一般の部優勝された方が白いシャツのサンフレッチェを操作するということになります。 FIFA 21ガチバトル後半キックオフ。さあ2点ビハインドのところをどう巻き返していくかということになりますが、亀のベンゼマさんとサンフレッチェを森島持っていきながら2-0 で勝ってるんで、どういう戦い方をするかですね。はい、なるほど。しっかり守ってからのカウンターじゃないですかね、やっぱ。なるほど。はい。お、森島、ルーレット、そして浮かす、見せてきましたね。それどうやってやるんですかね。どうやってやるんですか。やりたかった。亀のベンゼマさん。右スティックを回すといろいろフェイントができます。うん、右スティック。右スティック回すといろいろ。危ない危ない。すごい間違えてる。はい。森崎さん、今後ぜひ使ってみてください。右スティックですね。わかりました。はい。はい。ハイネル。痛い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 。行こうというところですが。あ、ここは、お、選手交代。疲れてましたね、ちょっと。ここは、東選手、あれ、ご自身下げるんですか。はい、ちょっと右足の精度がちょっと低かったんで。いや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 、右足はもう元々やん。元々やんっていうツッコミが森崎さんから入っています。森島行く、裏を狙ってますがすぐにはここは出ませんでした。さあ横に出した青山が入ってきた。お、ドレスベイラー、鈴木のカット。そして、あ、このパスが入った。さあカウンターだ、ドグラスベイラー、カウンターですね、うん、さあそして川辺から縦にもう一度。お互い、お互い守備硬いですね。硬いですね、はい、なかなかシュートまでいけないというところでありますが、おっと、やるな、入れ替わってしまう。ナイス NKU のボール、1点差に詰め寄ります。翔くん、翔くん、いやいや、翔のせいにしちゃいけないよ。さあそろそろ残り時間15分です。どうだろう。あ、ここでカット、壁が縦のドグラス・ビエラ、そしてゼゲウから、お、壁入っていって中へ、ブロック、ナイスブロックです。佐々木のブロック、でしょ、あ、うっ、わっ、裏に入っていく。あら、あーっと、お、森島シュート、あ、ない、お、ここナイスキーが回った。しかし、正解だ。決まった。ゼゲウ、同点に追いつかれました。これはサッカー、結構そのこういうイージーミスが、やっぱ 2-0 が結構危ないって言われてるんで、はいはい、すごいプレッシャー感じました。プレッシャー感じましたが、はい、すいません。残り時間5分です。いやでも面白い展開ですね、これは。もうバラキ、おい、ノーグラスベイラーかわした。そして持っていって自分で一回シュート。危ない、惜しい。後半シュート打ってないんじゃない。いやマジで圧倒されてます今。パスコースないです、これ。やばいやばい、パスコースない。あーっと、これは危ないんじゃないか。これ危ない。プレッシャーかかります。足がつながっていった。さあアディショナルタイムに入っています。さあラストチャンスになるか。ゼケン持っていってマイナスのボール、あ、これはクリア。さあ
ここからつないでいきたいと、あっと、ここでこれはホイッスルということになりました。勝負やっぱつけたいですね。つけたいですよね。お願いします。お願いします。すいません、延長戦じゃあお願いします。次の1点先に取った方がということになります。 FIFA21 ガチバトル延長戦ゴールデンゴール方式でキックオフ、イエーイ、はい、イエーイ。さあすぐに終わってしまうのか、これ全然点が入らずに長く見ることができるのか。爪が早い。もうキープをして、そして川辺から当たって浅野、速いパス回しだ。ドグラス・ビエラ持っていく、そしてシュートだ。大阪大阪当たりまくりです。もうセーブしまくりです。あ、ここでカット、森島運ぶ、まだ持っていく、自分で行く、おまだ行く、自分で行く、まだ行く、そして切り返して中にパス、そしてエゼキウから、お裏抜ける、ここが先に大阪、惜しいシーンでした。大阪選手の飛び出し良かったですね。ですね、さすがでございます。あ、あ今からこちらも裏抜ける、抜かす、ドグラス・ビエラループできました。いやうまい。いやー、はい、完全に飛び出して余裕のあるループで、はいはい、圧倒的でしたね。はい、ということでゴールデンゴール方式決着がつきました。惜しくも東選手延長の末敗れたという形になります。見事カメラベンゼマさんと、そして、菅野さんの、まあ、2人でのこのチーム勝利ということになります。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、しびれるゲームでしたけども、東さんどうですか。いや、試合前ちょっとすごい自信あったのに、ちょっとなんか恥ずかしいです。いや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 、でもいいゲームでしたよ。まあ、敵を打ってくれるかなと思ったんですけど、やっぱ強いですね。そうです、レベルが違います。いや、すごい強かったです。あの2点差をなんとか返そうと、うん、あの前線からすごいあのプレッシャーかけていったんですけど、はい、なかなかボール取りきれず強かったです。本当にいろんな技が繰り出されてて、で、あの東選手も一番試合前に一人でボールをこう持って動かしてっていう話だったと思うんですけど、もうまさしくその抜け出しが本当に流れを変えていたと思いますし、はい、あの亀のベンゼマさんも本当にこうカウンター、ショートカウンターだったりとか、こう爪が早いところとか本当に勉強になりました。ありがとうございました。ございます。まだまだそのコロナ禍でそのまあ、大変な状況の中で、まあ、皆さんと一緒に直接会って話をしたりとかそういうのができない中で、みんなこう場所が違うんですけど、まあ、ゲームを通してつながりが持てましたし、まあ、一緒に楽しめることができたので、まあ、本当貴重な機会をまあいただいて、まあ、感謝の気持ちでいっぱいですね。本日は本当にありがとうございました。まさかあの優勝できるとは思ってなくて、はい、本当に最高の思い出になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、あの2人の、あの試合とかではやっぱ自分あんまり上手な方ではないので、やっぱ参考にさせていただくことがとても多くて、今回の大会でも本当いろんな経験ができたので、本当感謝したいと思っています。そうですね、ございます。今日どうだったかな？サンオレの人とやれてすごく楽しかったし、実際のサッカーでも頑張りたいと思います、うん、ということで、ね、いい刺激になったようですから、これは東選手嬉しいですね。そうですね、めちゃめちゃ嬉しいですね。では東選手、最後に、まあ、新シーズン近づいてきましたけれども、サポーターの皆さんへのメッセージ、そして新シーズンへの意気込みも聞かせてください。まあ、今年は去年のメンバーも結構残ってるんで、まあ、そういう積み重ねてきたものを出しつつ、まあ、新加入選手の力も借りて、リーグ優勝できるように頑張りたいと思います。サンフレッチェ広島 FIFA21 オンラインセレブレーション以上となります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではこの辺りで失礼します。さようなら、ありがとうございました。